どうも皆さんこんにちは、ケンです。今回紹介するのはネイチャーハイクの新型のテントです。 2,3 本ぐらい前の動画で僕あの原付バイクで日本一周するっていう動画を上げたんですけども、その時に使ってたがネイチャーハイクのビッグワンっていう一人用のテントだったんですけども、そのテントの新しいテントが出たんで今回紹介したいと思います。最初に言っておきたいんですけども、このテント正直言うと初心者向きではありません。かなりの上級者向けのテントです。シングルウォール構造っていう、これ1枚の生地でできてるテントなので、結露した水滴っていうのが寝袋とか荷物につきやすいっていう感じなので、かなり上級者向けなんですけども、僕が見たことなかったテントの新機能みたいなやつがもうてんこ盛りのテントだったんで、買う予定がない方も、あ、最近のテントってこんな風になってるんだっていう風な勉強にもなると思うんで、最後までぜひご覧ください。ということで今からネイチャーハイクの新型テントビッグ2を紹介していくんですけど、まずはこのテントのすごいところをさらっと紹介したいと思います。その前に今回紹介するのはネイチャーハイクのビッグ2です。以前紹介したビッグ1は1人用テントですが、今回紹介するビッグ2は1人から2人用テントです。今年の9月にバイクで日本一周した際は旧型のビッグ1を使用していました。ビッグ2はただ大きくなっただけではなく、あらゆる面で性能アップしているので、荷物を少なく軽くしたいキャンパーにとっては面白いテントだと思います。ってことで早速、ビッグ2の特徴を説明していきます。1、テント本体、ポール、ペグ、ロープ、つまり全ての付属品を入れたとしても、重さは 1398g と超軽量であること。ペグとロープを抜いた最小構成の重さは 1218g でした。2つ、収納時の大きさはテントやポールなど全て含めた上で、横 44cm、直径 13cm ととても小さいこと。3つ、結露に悩むシングルウォールテントですが、天井に2箇所の通気口、頭と足の部分に広い通気口、前後にメッシュの扉と全室を作ることができるので、旧型のビッグ1と比べてはるかに通気性が良くなっており、結露しにくくなっていること。4つ、旧型のビッグ1の通気口はこのようになっており、風の向きによっては雨が室内に入り込んでいましたが、新型のビッグ2はここに1枚壁があるおかげで、風が吹いていても通気口から雨が吹き込んでこない構造になっています。個人的にこの工夫はめちゃくちゃ驚きました。5つ、ドアの形はこのように特徴的な形をしています。ポールや枝を使えば屋根にすることができます。6つ、約60秒で組み立てできるということ。7つ、小さく軽いテントですが、天井の横のポールのおかげで室内空間をいっぱいに使うことができます。8つ、小さく軽いテントにもかかわらず、なんとこのビッグ2は前後対称なので前後に扉があり、状況に応じて使い分けることができます。9つ、全室を前後どちらにも作ることができること。10、専用のグランドシートが無料で付属していること。11、自立式のテントなので芝生の上だけでなくコンクリートの上などどこでも設置できることです。収納時のビッグ1とビッグ2の違いはこの程度です。若干ビッグ2の方が大きいですが、パッと見ではわからないほどの差だと思います。ビッグ2の収納時の大きさは実測で横 44cm、直径 13cm でした。新品時の重さは 1398g、 ペグ11本、ロープ3本の重さは 118g でした。早速袋からして詳しく見ていきましょう。付属品はメインのポールが1つ、天井に加える短いポールが1本、ペグが11本とロープが3本です。ペグにはロープがついており抜きやすくなっています。では早速組み立てていきます。ポールが Y 字になっているテントはたくさん持っていますが、設営はとても簡単でどんなに初心者でも3分を超えることはないと思います。旧型のビッグ1は旅中毎日設営していたので、ビッグ2も迷うことなく1分程度で組み立てることができました。組み立てに関しては特に解説することもないほど簡単です。ポールは左右対称ではありませんが、オレンジのポールはオレンジに、シルバーはシルバーに差し込むだけなので、暗い場所でも間違えることはありません。このテントはシングルウォールテントでコンパクトなテントですが、必ずしもペグを必要としない自立式のテントです。つまり芝生の上は土の上だけでなく、駐車場や屋根の下などどこでも設置できることができます。荷物を少なく軽くしたい旅人にはもってこいのテントだと思います。このテントはいわゆるシングルウォール構造のテントです。インナーテントとフライシートが別々になっておらず、1枚の生地でできています。シングルウォールテントにはメリットとデメリットがあります。メリットは小さく軽く設営が簡単にできるということ。デメリットは結露した時に寝袋や荷物が濡れてしまうということです。しかしこのネイチャーハイクのビッグ2にはシングルウォール構造にもかかわらず通気口が2つあって、メッシュの入り口が前後にあって、床にも大きな通気口がある、かなり通気性のいいテントです。ここで旧型のビッグ1を見てみましょう。
テント側部の膨らみ部分の通気口はなく、また入り口も1箇所しかありません。戦場の通気口は雨が吹き込んでくるデザインなので、かなり癖の強いテントでした。しかし新型のビクツーはそれらの弱点を克服しており、普通のシングルウォール構造のテントよりもはるかに結露しにくい構造になっています。シングルウォールですが、ダブルウォールのような特徴を持つハイブリッドなテントになっています。シングルウォールは結露しやすい、ダブルウォールは結露しにくいという認識は間違いで、正しくはシングルウォールは結露した時に荷物が濡れやすい、結露を発見しやすい、ダブルウォールは結露しても結露していることを感じにくいというのが正しい認識だと思っています。シングルであれダブルであれ結露は起こるものです。何が言いたいかというと、通気性の悪いダブルウォールテントよりも通気口が複数あるシングルウォールのビクツーの方が結露が起こりにくいと言っても間違いではないと思います。ということで早速外見を詳しく見ていきましょう。テントの上2箇所に換気用のベンチレーションがついています。中に硬い板が入っているのでマジックテープで接続すれば通気口になります。またここに1枚ヒラヒラの壁がついています。風が強い日はこの壁が立つので雨が中に吹き込んでくるのを防げます。試しに水をかけてみましたが、壁でブロックしているのがわかると思います。僕も旧型のビッグワンで雨の日キャンプをしていると雨がかなり吹き込んできていたので常に閉じて使用していましたが、ビッグ2であれば開けたままでいることができます。ビッグ2はテントの側部もペグダウンする箇所があります。ここにはこのように通気口が設けられています。かなり大きな通気口で、さらに頭側にも足側にもついているので風の通り道ができます。こんな低いうちに通気口があっても大丈夫と思うかもしれませんが、なんと室内側にもう一つ壁があり、室内側でバスタブ構造になっているので水たまりになるような場所でも水没することがないように作られています。扉を開けてみましょう。扉はよくある観音開きではなく、右下から頂上まで開けるタイプです。開けた扉はくるくる巻きにして左側に固定することができます。次に網戸を開けてみましょう。開けた網戸も左側に固定することができます。これでドアが開きました。ネイチャーハイクのビッグ2は重量約 1.4kg の超軽量テントにもかかわらず、前後にフルサイズの手ぶらがついています。後ろ側も開けてあげればこのように開放感抜群のテントになります。早速ですがネイチャーハイクのビッグ2のテントの中を見てみましょう。無駄なものもなくすっきりとした室内です。頭と足の部分には通気口、メッシュのポケットが扉の横に2箇所ついています。上部にはライトをかける輪っかがついています。S 字フックではないので注意してください。室内からの景色はこのようになっています。天井の横のポールのおかげでかなり広々とした室内です。旧型のビクワンの広さが横85センチでしたが、ビク2は115センチと30センチも広くなっています。このメジャーの85センチのところまでがビクワンの広さなので、かなり広くなっているのがわかると思います。室内の大きさは205センチ ×115 センチなので1人だと快適、2人でもギリ寝れる大きさのテントです。このビク2の扉は高さが1メートル程度のトレッキングポールやテント用のポール、持ちている木を使えばこのように簡易的な屋根にすることができます。旧型のビク1でも同じ機能があったので、ビク1でバイク旅をしていた時はこのようにバイクをポール代わりにして屋根にしていました。こんな感じでバイクを屋根にしてその下で焚き火するのは最高の時間だと思います。余談なんですけれども、この時の焚き火台はソロ用の超ミニサイズの焚き火台であれば、火の粉が天井に届くこともなく1ヶ月間ほぼ毎日このような使い方をしていましたが、ビクワンの屋根が溶けたことはないです。ピコグリルとかはちょっとデカすぎるんですけども、僕が使っていた、ちっちゃい筒型の焚き火台とかであれば屋根まで火の粉が届くことなく焚き火することができました。またこの屋根の下にゴールゼロやレッドレンズを挟めば、他の道具を使わずに屋根の下で焚き火中や調理中に超ベストなポジションにライトを持ってくることができます。このネイチャーハイクのビクシリーズはゴールゼロよりもレッドレンザーの ML4 が相性がいいです。レッドレンザーは挟むことができるので、このように屋根に挟めば強風が吹いても落ちることがないので、バイク旅中もゴールゼロではなくレッドレンザーを使用していました。レッドレンザーの ML4 の購入先も概要欄の方に貼っています。ネイチャーハイクの特徴の一つである付属のグランドシートを広げてみましょう。専用品なので底面の形にぴったりになるように作られています。グランドシートを使えば床からの浸水はほぼありえなくなるので、とても重宝するグランドシートです。耐水圧についてです。現在縫い目の部分に水をかけています。かなり水を弾いているのがわかるでしょうか。
縫い目には防水のシームテープ加工が施されており、縫い目から水が入ってこないようになっています。このテントは床の四隅にもしっかりと防水のシームテープ加工が施されていて、床から浸水してこないようになっています。この四隅も防水加工しているテントメーカーは、国内メーカーでも全然なくて、僕は耐水圧を評価する上での基準の一つとしています。よくモノケンはネイチャーハイクの宣伝マンと言われますが、ひいきに見ずとも忖度なしでネイチャーハイクのテントは品質がかなり高くなっています。日本のキャンプメーカーのテントももちろんたくさん持っているんですけれども、ひどいメーカーのテントの品質はクレームレベルです。正直テントの良いところだけしか言わない YouTuber ではありたくないので、このネイチャーハイクのビッグ2のテントの粗探しをしてみたんですけれども、厳しい目で見ても結構本当に品質が良くて文句なしの性能だと思ってます。テントの汚れとかもないし、破れとかもないし、なんか糸くずとかも少ないし、正直言うと本当に日本のそこら辺のメーカーのテントよりもかなり品質は高いと思ってます。耐水圧はフライシートが3000ミリ、床が4000ミリ、付属のシートが3000ミリとなっています。普通扉のこの部分はマジックテープが使用されていますが、このテントは磁石が使われています。ちなみにこの磁石、旧型よりもはるかに強い磁石が使われていて、ちょっと片手では外せないほど強力な磁石になってました。ビッグ2のこの磁石の強力さであれば、風でまくり上げられることは多分ないと思います。めちゃくちゃ強い磁石に変わってました。はい、ということで、改めまして、ビッグ2いかがだったでしょうか。フリートークの時間なんですけども、マジでね、語りたいことがたくさんある。最初にちょっと言っておくんですけども、さっき発見した特徴なんですけど、ここにね、反射テープが貼られてます。この通気口のところに、ここと、あとここですね。通気口の部分は全部、反対側も反射板がついてるんですけど、旧型とは言わんけど、ビッグワンの方はその反射板がこうついてないので、例えばじゃあもうここがめちゃくちゃ真っ暗やとっていう時に、車とか他人とかの車がこうぶつかったりもしかするかもしれんから、反射板があるかないか、どっちがいいかって言われたらよく分からんけど、ビッグ2の方には反射板がここにも、であとここですね、これにも反射板が、付けられていますっていうのが、今気づきました。ってことですね、ビッグ2の評価なんですけども、マジで最高やね、ビッグ2 僕ちょっとね、今興奮してるもんね。なんだろう、ビッグ1ですね、以前2018年だったと思うんですけどぐらいに、紹介したと思うんですけども、その時もね、マジでもう最高傑作やって言ってたと思うんですけど、上回る最高傑作です正直言うと、完成度の高い、全てが80点以上、全部のパラメーターが80点以上のテントではないです。組み立てのしやすさとかはもう100点、前後扉があるとかね、そういうのも100点やけれども、結露とか、シングルウォールであるということは、10点ぐらいの、マジで癖のあるテントです。でも癖があるからこそ面白いって僕は評価してますし、そういった評価ができる人って多分視聴者さんの中にもいると思うんで、そういった人にはマジで向いてるテントだと思います。で最近ですね、ポリコットンっていう、ちょっとキャンプ場なんですけど、失礼します、あそこにもね、ポリコットンの TP テントですか、三角形の、あそこら辺にもありますね、天幕ですか、あれは。あの人たちがっていう話ではないんですけども、ポリコットンというめちゃくちゃ便利な素材ができております。でポリコットンはね、結露とかあんまり気なしなくていいじゃないですか。けどね、これはもうほんと朝起きたらびちょびちょなんですよ、室内が僕もね、ビッグワンで何度も経験してます。わ、こんなびちょびちょになるみたいな結露でぐらいに、びちょびちょになっちゃうんですよ。でもそれは仕方のないことじゃないですか、シングルウォールやから、そういうもんだし。でもポリコットンは、それは気にしなくていいじゃないですか。でもなんだろう、そういった便利な素材のものを最初から使っちゃうと、なぜ結露しちゃうのかとか、どのぐらいの湿度とか、気温とか、どのくらいの室内と外気の差があればこのぐらいの、結露ができちゃうんだっていうのが知らずにずっとキャンプをすることになるんですよ。わかります、僕が言ってること。つまりこう便利すぎがゆえてああいうのを使っちゃうと、あれを否定してるわけじゃないですよ今はビッグ2の紹介動画やから、ああいうのを、使っちゃうと、そのなぜそうなるのかっていうのを知らずにやっちゃうっていうことやから。でもそれは僕ね、キャンプなのかなっていうふうにもちょっと疑問に思うこともあるんですよ。キャンプっていうのは不便を楽しむことやから、こういった、なんていうか、
めちゃくちゃ結露しますと、室内がもう天井びちょびちょです、朝起きたらって。でもじゃあなぜ結露したのかとか、あ、このぐらいの気温でこのぐらいがあって、こんなことしたからこのぐらい結露したんだ、じゃあ次はこういう風にして改善しようっていうのができるテントなんですよ。そういうのが僕めっちゃ、僕はそういうのが面白いと思ってるんですよ。結露も何もせずに何も快適な朝、それもいいけれども、でもそれは自分で努力したり工夫したりして得るべき快適さやと思うんですよ。最初からこうなんだろう、素材とかにこだわって快適さを求めるってもちろんいいんですけども、なんかやっぱ旅人出身やから僕ってやっぱ不便は楽しみたいから、じゃあどうしようとか、この次はどうしようっていう工夫ができるめちゃくちゃ癖のあるテントなんですよ。だから僕最初に冒頭言ったんですけど、中級者上級者、まあ上級者ですね、これは向けのテントやと思うんですよね。あの否定してるわけじゃないですよ、ポリコットのテントを。ただそういった癖のあるテントやから逆に面白いよっていうことは僕はあの強く言いたい。でも癖があるからめっちゃ上級者だよっていうことをね、本当にあの言いたいですね。まあでも僕がさっき言ったこと、なんていうか同意してくれる人は多分たくさんいると思うんですよ。それこそがキャンプやと、工夫するからこそ楽しい、工夫しないっていうのはもう考えることをやめてることですから、それはなんかねちょっと違うじゃないですか。なんかからいやおなしに工夫しなきゃいけないから、このビッグシリーズは僕はマジで気に入ってます。でね、あの日本一周中の、こっちで日本一周したんですけど、このテントでビッグ1で来たけど、まあビッグ2でも、日本一周とか多分できると思うんですけど、この屋根、まあ100センチぐらいかな、この距離があるんで、僕はもう普通にそこに座って、そこにもうちっちゃい、もうほんとちっちゃい焚き火台で焚き火してたんですけど、めちゃくちゃちっちゃい焚き火台やから、まあ、火の粉はここまで上がらないんですよね。だから別に溶けることもなく、僕はこの屋根の下で焚き火をしてました。まあビコグリルとか絶対無理やけど、本当にもう空き缶サイズぐらいの焚き火台やったら、その火の粉とかここに来る前にあのなくなっちゃうんで、この下で焚き火ができるぐらいの、距離は高さはあります。で今回はですね、この赤いポールを使ってるんですけども、ビッグワンの日本一周中は、まあ、そこら辺ね多分木とか落ちてるんで、まあ、腰ぐらいの100センチぐらいの木やったら、ピッピュってカットして、このロープはね付属のロープなんですけども、こんな感じで簡単に屋根にすることができます。でね、このビッグシリーズ、まあ、ビッグワンも共通なんですけど、この自材っていうのがあるんですよね。この自材がこうやって簡単に引っ張れば長さ調節ができるんですよ。今ここにですね、通気口があるじゃないですかね、こうやって、まあ、通気口のとこもこういった自材があるんですけども、ペグにかけて、ほんでこうギュッとすればもう勝手にこうピンって張れるっていうね、ピンパンパンですもん。この自材がいろんなとこについてるんですよ。あ、これこれほら、ここの部屋全室、まあまあどっちが入り口でもいいんですけど、ここにもねこれがあるんで、なんだろう、緩めたい時とかはこういう風にできるし、ピンと張って空気をたくさん取り込みたいなとかいう時はこうやってピンって張れて、パツパツですね、張れるんで、この自在がねネイチャーハイクのビッグシリーズに共通してるんですよ。他のネイチャーハイクのテントたくさん持ってるけど、このビッグシリーズにしか多分ない、ちょっと多分そうだと思う。ちょっとごめん、わかんない車の中に他のやつあるけど、このビッグ1とビッグ2はこの自在が全てのところにあるんで、調節できるとこはこれあるんで、これこっちはないか、これか、こことかもあるんで、これはマジで便利やなというふうに思います。で今回はそのさっき木の棒でもできるって言ったんですけども、バイクとか自転車とかでもこのポールの代わり、今2本使ってるけど、ここに自転車とかバイクをピュッと置けば、それがポールの代わりになるんで、それもいいなというふうに思います。でね、一番のこのビッグ2で一番もう本当に気に入った機能はこの前室なんですけども、入り口が2つあるということなんですけど、まあ、ビッグ1はこの通り、さっきお見せした通り荷物ぐらいしか置くスペースなかったんですけども、ビッグ2は、ね、前後とも扉あって、しかも左右対称なので、この全く同じやつをあっち側にも作ることができるんで、もうそれはもうなんかもうハッピーって感じ。まあ、以前ねフェザーストーンっていう、テントを紹介したんですけども、本当はねあのテントで日本一周する予定やったけども、ちょっといろいろ事情が変わって、コロナとかもいろんなの事情があって、リュック1個 であと原付で日本一周するってなったんで、こっちのテントを選んだんですけど、あのテントで解説した通り、前後で扉があるっていうのはもういろんな面で優秀なんですよ。写真を撮るときにも前後扉があると、楽やし、でやっぱ状況によってね、あのこちら側にさめっちゃパリピが来たらさ、こっち側が出たくないじゃん、やっぱあっちから出たいじゃんっていう状況に合わせて、入り口を変えられるっていうのはものすごくいいことなんで、それがなったっていうことなんで、なんていうかこのビッグ2は
実はねビッグワンは、2018年とか19年に紹介したテントなんですけども、その当時ねこんな癖の強いテント売れるわけねえだろって正直思ってたんですよ。まあ、上級者向けやし結論もすごいし売れんやろなーって思ったけど、最近このビッグワンの、Amazon のページ見たらめっちゃ売れてるんですよ。評価とかあってわそんないいんやん、しかも結構評価いいんですよね。まあ、癖のあるテントやけど楽しいですみたいな評価がたくさんあって、あこんな売れるんやんみたいな。でも確かに癖はほんとひどかった。でもその癖をなんていうかいろんなその上の通気口とかの改善点をして、もうマジで本当にパワーアップしたテントなんですよ。なんでビッグワンを持ってる人ほどビッグ2見たらすげーってなると思います。なんかプレ2からあ、うん、ちょっと言い方悪いかなく合ってるか分かんないけど、プレイステーション2から3になったぐらいすごいっす。うん、マジでいろんなものが変わりすぎてマジですげーってなります。ビッグワン持ってる人ほどビッグ2は評価できるかなと思います。もちろんねビッグシリーズ持ってない人でも、買ってもね、癖のあるテントやけれども設営マジで簡単やしマジで軽い、ほんと軽いから 1.4 キロとかやから 全付属品含めて 1.4 キロとかなんで、で意外と広いしめっちゃ軽いし設営簡単やし前後扉あるしっていう感じで、もう完璧ではないけどめっちゃいいテントなんで多分気に入ると思います。ただここまでね褒めましたけれどもビッグ2のことを、何度も言いますけれども結露に関しては、ま、割とひどいです。まあ、朝起きたらビッチョビチョっすからねこのテント、室内は外じゃないよ、室内もビチョビチョっす結露で、なんで、荷物を濡らしたり、してました。僕日本一周でもそれがいいと僕は評価してるんで、それが評価できない人間って、まあ、いるじゃないですか。え、遊ぶ人は室内がビチョビチョでなんか変なテントでしたとか言う人やっぱいるから、そういう人も絶対に買わない方がいいと思います。かなり中級者上級者の、が選ぶテントやと思います。でも僕はもう本当それが好きなのでビッグ2もかなり気に入ってます。まあ、だから正直言うともうビッグ1は使わないかな、もういらんかな。ビッグ2があらゆる点でもう全てを勝ってるからビッグワンはもういらないのかなというふうに思います。ビッグ2実はまだ発売してなくて、これネイチャーハイクさんからいただいたものなんですけども、ビッグ2まだ発売してないので、まだ長期の旅をしたことがないんですよこれで。で、まああそこに通気口が増えたことで四隅っていうかこの横に通気口が増えたことでどのぐらいの、結露が減ったのかとかいうのもまだちょっと分かんないんで正直、まあ、冬やってみて、ね、夏やってみてとかやんないとちょっと長期仕様のレビューが分かんないんで、これからちょっとバイク旅とかはビッグ2を使ってなるべくビッグ2を使って、旅してみて、で使用感とかまたレビューしようかなというふうに思います。ということで何度も言いますけれども、素晴らしいテントです。ただ癖が強すぎるテントです。だからその癖を評価できる人が楽しいテントってなると思うんですけど、なんかちょっと違うなっていう人も多分いると思うんで、そういう人は絶対に構わない方がいいと思います。なんかもうでもさっき言ったキャンプというのはそれこそが楽しみ方、癖を楽しむ方、不便を楽しむっていうのがキャンプやと思うんで、まあなんかいろいろ研究して、は今回は結露線やったなとか外気と内気の温度差がどうのこうのとかいう研究して、なんかこう自分なりの答えを見つけられる人はもうドンピシャな楽しいテントやと思うんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということでね、購入先は概要欄の方に貼ってるんで、気になった方はチェックしてみてください。多分まだ発売されてないんだよね。なんかネイチャーハイクの人曰くあいつら中国人やからね返事こんのよマジで。これ提供動画なんやけど、これガチで返事こんけあいつら、いつ発売か分かんないけど多分発売日に合わせて、この動画公開すると思うんで、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ではまた。